ティガ。はい、今日はティガ動画です。以前ですね、老舗のおもちゃ屋さんで、いくつかソフビなどを買ってきたんですけれども、ぜひその動画まだ見てない方は見てみてください。他にもですね、いろんなソフビをゲットしたんですけども、今日はその中でティガのソフビを手に入れたので、それをご紹介したいと思います。こちらは最近発売された25周年セットなんですけれども、ティガのソフビは全部で4タイプございまして、まあ、他にもカラーバリエーションなどを含めるともっといろんな種類があるんですけども、まあ、大まかなこう一般流通品としては放送同時に発売されたものと、それから2000年から発売されたリニューアルバージョンと、そして2009年から発売されていたブリスターパッケージのものと、現在のこの500サイズのタイプ、こちらと、4つあるんですよね。ティガのソフビとしては第3世代にあたる、今回はこのブリスターパッケージのティガのソフビをですね、ご紹介したいと思います。こちらですね、だいたい約3年ほどしか発売されてなかったので、放送当時のものや2000年代から発売されてた時期のものよりも結構貴重なんですよね。今も平均的な相場も全体的に高いので、中でもこういったティガのようなですね、新規造形でリニューアルされたキャラクターに関しては、まあ、もっとプレミアがついているという状態ですね。そしてもちろんスカイだけではなく、パワー、マルチも一緒に見ていきたいと思います。いや、懐かしいですね。最近ウルトラマンソフビを集め出した方にはあまり馴染みがないサイズかもしれないんですけども、まあ昔はですね、このサイズが定番だったので、まあその中でも、このブリスターパッケージは一番新しい時期のものだったんですけれども、これもね、結構いいやつはいっぱいあるんですよね。今回まだ一回も開けてない状態なので、僕も今から開けるのがとても楽しみです。いや、ブリスターパッケージのこの背面のデザイン懐かしいですね。このようにね、必殺技とかね、足跡もこう書いてあるんですよ。今のがスカイで、こちらがマルチタイプ、ティガクリスタル、ゼペリオン光線、足跡、そしてこちらがパワータイプ。パワーちょっとね、このセンキューってこのシールが貼ってあるんで、後ろ隠れちゃってますけども、まあデラシムコーリーとか足跡がね、書かれておりますね。それでは、オープン。あ、ならない。ならない。はい、というわけで、ティガ、開封しましたけれども、やっぱりこのね、ブリスターパッケージの時代ですから、この久しぶりに800円時代のソフビを手に取るとテンション上がりますね。なんやかんやこの500サイズのソフビもコレクションしやすい大きさなので結構気に入ってるんですけど、この手の中にこういっぱいに収まる感じがやっぱ最高ですね。造形もちょっとしっかり見ていきたいと思います。いやー、このティガもなかなかかっこいいですね。結論、どれが一番出来がいいかというと、僕は造形的には現在の500サイズのティガが一番いいと思ってるんですけど、この頃も結構いい出来ですよね。まあどの世代のティガのソフィーもね、結構造形にちょっと特徴があるので、そういったところで自分がどれが好きかっていうのが選べるので、選択肢が多いのは嬉しいことなんですけど、やっぱこの頃はね、塗装がしっかりこう背面も全部塗られてるので、そういったところはこう豪華ですよね。ただね、このブリスターパッケージの時代になってから、2000年代のシリーズよりも塗装の精度がちょっと悪くなってて、割とですね、個体差も激しい時代だったんですよね。こっちのティガなんか割とね、がっつりこう目のはみ出しがあったりとかね、結構こういった状態のものがね、たくさん売られてたんですよね。なので綺麗な状態のソフビを選ぶのに割と何件もはしごして探し回った記憶がありますね。この頃はね、ティガは3タイプ新規造形で、まあダイナも一部のタイプは新規造形で、ガイアグルとかコスモスとかもね、あとマックス、メビウス、そこら辺もみんな新規造形だったんですよね。もう以前発売されてたものもかなりクオリティが高いキャラクターまでも新しくなったので、それがいいのか悪いのかわからないんですけども、ちょっとコレクター泣かせではありましたよね。いやー、マジで僕この時代の平成ウルトラマンのソフビ全然持ってなくて、だから今回ティガこの3タイプとも定価の新品でゲットできたので、ちょっと今後もね、まあ、ちまちまと集めていきたいと思ってますね。はい、では最新のティガと比較してみましょう。いかがでしょうか。皆さんどちらの方がお好きですか。塗装の面ではこっちの方が圧勝ではあるんですけど、造形は僕は500サイズの方がいいかなと思ってます、個人的には。これもなかなかリアルですよね。この時の新規造形のキャラクターってね、みんなちょっとがっちりしてるんですよね。胴が太いというか、そんな印象を当時感じましたね。まあその以前のものが割とスレンダーなものが多かったっていうのも、要因だと思うんですけども、
なのでこのパワータイプなんかは今までマルチの造形が流用されて、まあ細いパワーが多かったので、これはちょっと違和感は少なくなってるとは思いますね。うん、かっこいい。モールドはちょっとうっすら残ってる感じですね。ちゃんとね、このように平手と握り拳で差別化を図っているというところが素晴らしいですね。これの前のファイティングポーズのティガに関してはもうほぼ10年間発売されてたので、やっぱりあれは馴染みは強かったんですけども、他のウルトラマンと並べるときはね、こういった普通の立ちポーズが一番馴染むので、久々にこのバージョンで出たっていうのは嬉しかったですね。当時はね、ウルトラ兄弟ばっかりを熱中して集めてたので、ちょっと平成の新規造形のキャラたちがね、全然持ってないんですよ。で、今のところ欲しいのガイアなんですけど、今年はこのシリーズも集めていきたいですね。このダイヤカットの造形とかも、非常に自然ですし、体、腕の紫がね、その今のシリーズみたいに一部成型色とかそういった表現ではなくて全部塗装でやってるので綺麗ですね。かっこいい。やっぱティガはおもちゃ映えする鮮やかなカラーリングが魅力的ですよね。今のティガよりももっと迫力のあるティガが欲しいという方には非常におすすめのシリーズかもしれません。ちょっと入手困難ではあるんですけども、ぜひおすすめなので皆さんも手に取ってみてください。というわけで今回は2009年から2013年にかけて発売されていたブリスターパッケージのウルトラヒーローシリーズのティガ、マルチ、パワー、スカイを見ていきました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。